書道家、中島です。前回の動画を見てくださった方はどうもありがとうございます。まだ見てない方は、まあ別に見なくても大丈夫です。古典認証やってますんで、本当に古典認証書いてるとこ見たいっていう人はもっと偉い先生とか上手い先生のやつをぜひ見てください。で、前回言った通り今日は大きいものを書いてみたいと思います。紙のサイズはこんな感じです。全身2枚ですね。本当はもうちょっと縦長なものやりたいんですけど、ちょっとたくさん紙継ぐのも大変だし、大体生徒さんが継いでくれるんで悪いなと思いながらも、ちょっとそんな感じで今日は書いてみています。じゃあ書きたいと思います。いきます。拭いてください。今日はですね、まあ湘南書道会の全寮教室なんで、まあ生徒のキャンとだから、まあボブが拭いてる。ボブでかい。もうでかいね。まあ細い、まあボブ君はですね非常にでかいんでね、まあ、生徒さんに大人気で、子供たちからも大人気でですね、動画撮ると必ず細井君は細井君はと。言われるんですね。まあそんなような彼が今日はやっていきます。まあ今日はまあ一文字祈るっていう字を書いて、今ちょっと拭いたらね少し。赤十字をやるにおいてですね、まあ、とにかくあんまり大きい文字を書くんだからバチーンってやって墨を跳ねさせるっていうのが、まあ一つなんか醍醐味ってね、わかりやすく書道っぽいんですけども、あんまりやると会場の方に迷惑かけちゃうんでね、まあ良し悪しもあるんですが。まあそんなようなことをちょっと5つもやりましょう。音が吹けたかな。あ、いい感じですかね。ここら辺もうほぼノーカットですから、ね、こう編集技術がないことが想定されてしまうんですよ。大丈夫ですかね。でちょっと持ってもらって、どうか大丈夫かな。破れてないように気をつけて。はい、どうぞゆっくりゆっくり。どうかな。バーン。一文字祈るという字を書いてみました。なるべくそのちょっと正方形に近いようなものなので、まあ、なるべくこう真ん中に黒を集めて書いてみました。まあちょっとパッと書いてみたくらいなんで、まあいろいろと一個ありなんですけども、一文字書き、まあ、こんな感じで書いてみました。使ってる墨は墨雲堂さんの墨寄せ、筆はですねこれ多分馬毛の飾り筆だと思いますね。ヤフーオークションで、おととしくらい2500円くらいで落とした、もう本当に飾りとして使ってた筆です。で一文字の赤上記号をとか、まあ、ライブペイントとかお仕事されてる方とかいると思うんですけど、まあ、こう墨をバーンと散らすと、まあ、先ほども言いましたやっぱこう書道っぽくてですね、非常にいいと思うんですね。こう分かりやすくいいと思うんですけど、やっぱここで気をつけなきゃいけないのはですね、貸してくれてる会場の方なんですね。こうやはり汚しちゃいけないわけです。会場というのはこう書道やのライブペイントや赤上記号などを頼まれた時に、やはりこうまず書いてる自分も気持ちよくならなきゃいけないし、見てくれてる方も爽快な気分にならなきゃいけないけど、やはりこう会場を貸してくれて書く機会を与えてくれた主催者の人たちもやっぱりこう嫌な思いをさせてはいけないと思うんですね。ですので、こうある程度バーンと離れるっていうのも一つ大事なことなんですけども、無意味にねこう跳ねさせたりとか、無意味に墨を散らしたりとか、こう何ですかね、こううわーみたいなのって、そんな格好ではしゃいでなんか恥ずかしくないですかっていう気持ちもしないでもないわけですね。ですので、そのやはりこう貸してくれてる会場の方々のことも考えながら書くのがいいかなと思います。だからぜひ今後依頼があったりとかして書く方々とか、まあ、高校生なんかが見てるとしてたらですね、そういうのもぜひ気にしながら書いてください。まあ、先日その YouTube 上でちょっとどなたかわからないんですけども、その赤上記号をやられてる映像が出てたんですけど、こうバッてやってぐる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 パーってもうわざと墨を散らすなんていうことはですね、まあ、本質的にどうなのっていう気もしますんで、あまり
進めません。まあ今日、僕は僕の家でやってるんで、まあある程度飛ばしてますけども、まあそれでもやっぱり会場のことを考えながらぜひ書いてほしいなと思います。今日はこんな感じですね、一文字。来週は、そうですね、2尺8尺、日八で2文字かなんかやってみたいなと思ってます。よかったら見てください。じゃあ、失礼します。